岡塾の久保です。前回のちょっと続きになるんですけども、私とね、お嫁さんの、慣れ初めになります。続きでございます。続きといってもまた最初からお話した方がいいかなと思いますけども、もう私がね、40歳の時に私が経営してる麻雀店に、まあ、その女の子がね、遊びに来たんですよ。インターネットで調べて、一番雰囲気の良さそうなお店に来たそうです。当時彼女は22歳で、私が40歳でしたね。で、彼女が、私のお店に来てくれたんですけども、私は現場にいなかったんで、店長のレポートを通じて、そういう女の子が来たってことを知ったんですよね。で、麻雀店は、まあ、すごく経営がガタガタでですね、一回も黒字になったことがないような、ダメ赤字店でですね、私は最後のチャンスとして、この麻雀店の大きな流れを変えるためにね、その女の子に、常連として来てもらいたいなと思ったんで、店長に指示を出したんですよ。いくらコストをかけてもいいから、その女の子に大サービスをしてね、いつも来てくれるように、ちょっとこう、なんとか仕込めないかってことだったんですよ。その中で一番手っ取り早いアイデアが、バイトで採用しようってことだったんですよね。で、ちょうどその時に健康麻雀って言って、70代以上の女性の方にね、麻雀を教える教室っていうのが NHK と一緒にタイアップしてあったんですけども、それを、私のね、お店の中でやるときに、その講師としてね、お迎えしたらどうかなってことで、まあ、麻雀の先生としてね、来てもらったんですよね。まあ、そういうふうな形で、私のお店にすぐに勤務していただくことになったんですけども、まあ、私はお店の方にあんまり相変わらず顔を出さずに、麻雀の、こう、なんですか、教室があるってことだけは、まあ、レポートで、知ってたんですね。で、まあ、ある日、私がその麻雀店に、ちょっとこうね、キャバクラの同伴で行くときにね、お金がなくって、麻雀店のレジにお金をこう、ね、取りに行ったんですよ。7万円か8万円、ガッと。そしたら、レジ金って10万円しかないんで、7万も8万も取っちゃったら、もうね、2万円そこそこしか残ってなくって、店長がね、お店ができませんとか言うんで、まあ、日銭が入ってくるからいいだろうみたいな感じで、めちゃくちゃなこと言ってね、とんでもないオーナーだったんですけども、そうやって、まあ、出かけ行ったんですよね。で、私の麻雀店で毎月100万円ぐらいの赤字が出るような、とんでもないね、赤字店だったんですけども、それ以外に収入源なかったんですよ。まあ、ですんで、もうそんなね、めちゃくちゃなことやってるんで、もう店がいいことになるわけないですよね。まあそうやってお金を取って、まあ階段の下で待ってる同伴のキャバクラのね、ナンバーの女の子と出かけていくときに、まあ私その時ね、多分10月か11月でコートを着てたんですよ。その時に私の姿を見かけたのが、店内に行って麻雀教室をやっていたその彼女だったんですよね。で、まあ私ちょっと覚えてないんですけども、その時に、スタッフとして勤め始めた彼女を初めて見たんですけども、まあ、可愛い女の子が来たなと思ったんですよ。ただまあ、下にはね、キャバクラの女の子待たしてるんで、すぐに行かなくちゃいけないですから、お金を取ったまま、まあ、彼女に声をかけるような、声をかけたような気がするんですよ。で、後で聞いたらそれはね、なんか、一緒に温泉行きましょうかっていうふうに私が言ったらしいんですよ。その彼女に目を見てね。で、何なんだこの人っていうふうに思ったらしいんですよ。それが最初の出会いだったんですよね。まあそういうふうな形で、しばらく私はちょっとね、お店にも行かずに、ふらふらとしていたわけなんですけども、まあある日ね、私がツイッターをチェックしていたら、その彼女が、ちょっと離れたところからこう、通っていたんですけど、バスで、私のお店の麻雀教室の講師としての仕事に今日着くときにね、行ってきますみたいな感じで、写真付きでこう、行くところが出てたのを、可愛らしい子だなと思ってちょっと見てたんですよ。まあそうするとですね、店の前に着いた時に、実は麻雀教室って、毎週水曜日かなんかにやってたんですけども、5週目だけ休みなんですよ。1ヶ月の間で5週目がある時ってありますよね。その時にはお休みだったんですけども、なんとその5週目に彼女は間違えて、麻雀教室内に来ちゃったらしいんですよ。そしたら、店は開いてないんですよね。で、店の前に来て、バスで来たんだけども、ドア開いてないわ、どうしようみたいな感じで、まあ、遠いところなんでね、これから帰るのも冴えないような感じだったんですよね。で、私はそれを見て、たまたま店の近くにいたんで、すぐに行ってね、鍵を開けて、お疲れさんだったね、大丈夫?って形で、お店の中に招きしてですね、そのまんま、店長はどういうふうにね、指導してるのかとか、店は働きやすいかみたいなことで、1時間ほど、こう、お話をしたんですよ。それが初めての会話だったです。その時に、麻雀っていうのはこういうふうな、なんですかね、麻雀っていうのはみんなで楽しむもんだから、対戦相手って敵じゃないんだよね、とかね。憎しみ合うものでもないし、みんなで、それこそ、みんなでカラオケを歌うように、ある人は歌う、ある人は聞くみたいなのをお互いにやってる、素晴らしい競技なんだよね、みたいなことを話したんですよね。そしたらそこに痛く感動したみたいで、あ、なんか、
第一印象とはだいぶ変わったわみたいな感じだったんでしょうね。で、後から聞いたんですけども、実はその彼女がお店に行って鍵が開いてないって状態の時に本当に途方に暮れたらしいんですよ。連絡先もないし、周りに知り合いもいないし、せっかく来たのにこのまま帰るのもなぁと、多分家っていうかね、帰ったところで多分その環境がね、帰った環境があまり良くなくて、なるべく家にいたくないっていう心理状態だったんじゃないかなと思うんですよ。で、多分ある意味仕事がものすごくなんか希望になってたんでしょうね、なんかいろいろと、よりどころというか、まあ、そういう場所に私の店を使っていただいたことにちょっと感謝を後からねしなくちゃいけないなと思ったところなんですけども、彼女から見てね、閉まっていたお店、途方に暮れていたところに駆けつけて鍵を開けて、まあ、1時間ほどね、穏やかに気持ちをこう聞いてくれた私に対してものすごくね、思いが募ったと後で聞いたんですよ。何がね、幸いするか分かんないんですけども、当時は私はね、本当にどうしようもない人間でしたんでね、いろんな、こう、女性とも付き合ってましたしね、5人ぐらいと同時に付き合ってたりとかして、まあ、お金も使い方荒かったですしね、で、見栄ばっかり張っていて、店はいつ潰れるのか分かんないような状態も、他人事のようにほっといたんですよね。で、まあ、そういうふうなことがあって、まあ、彼女はそれから私にすごく懐くようになってですね、とにかく私がいろんな太陽光の不動産の仕事とか、それから速稼塾、始めたばかりの速稼塾の仕事をやり始めたところで、よくついてきてですね、手伝ってくれたんですよね。まあそういうことがあって、まあだんだん距離が縮んでいって、で、私当時地元のアイドルさんをね、広島のアイドルさんを応援する、広島ロコドルフェスティバルっていうのの、まあスタッフとしてちょっとお手伝いに入ったんですけども、そこにも手伝いに来てくれるようになったりとかね、まあとにかく私の生活圏にいつもいるような感じになったんですよ。いわゆるこう、すぐに懐いちゃったんですよね。まあそうなると私は大切な、どっかのね、お嬢さんをお預かりしたんで、まあ、ここまでね、親密になってくると、まあ、ご両親にね、ご挨拶行かないわけにいかないなと思って、いろいろ聞いてみたら、まあ、大阪が実家だって言うんで、広島から大阪にすぐに行ってですね。で、まあ、お母さんにご挨拶をさせてもらって、うちの会社で大切に引き取ってますんで心配ないですということをね、お話したんですよね。まあ、そこでなんですよ。私ね、広島のカニ道楽の店長にお願いして、大阪のその実家のお母さん、ね、彼女のお母さんに会う場所を、そのカニ道楽にしてもらったんですよね。広島のカニ道楽の店長に大阪のカニ道楽を紹介してもらって、そこで席を作ってもらったんですよ。で、まあ、彼女のお母さんが待っていて、で、待っていてっていうか先に入ったのは私たちなんですけど、ね、私と彼女が行って、で、その大阪のお母さんがいて、三者で面談したんですよね。もうお父さんはちょっともう随分前にいらっしゃらなくなってたんで、まあ母子家庭だったわけなんですけども、で、お母さんを前にして私と彼女がこう3人でね、お話をしてるわけなんですよ。うちの会社で扱ってますと。まあ、丁寧にやらせてもらってますとかね。責任を持って私が、やってますんで、ということで、その時私ね、ちょっと人生を変えないといけないなと思ったんですよね。で、そこでなんですよ、エピソードが。カニ道楽の大阪の店長が気を利かして、失礼しますって入ってきたんですよ。で、お寿司で作った、カニとお寿司で作った、その、ケーキをね、サービスでくれて、この度はおめでとうございますみたいな感じでご挨拶してくれたんですよね。それがどういうことかっていうと、私と彼女がお付き合いをするっていうかね、結婚を前提としたお付き合いをするのをお母さんに挨拶に行ったというふうに店長が勘違いして、そういうふうな粋なサービスをしてくれたらしいんですよ。で、私と彼女はちょっと面食らっちゃったところもあって、いや、店長そういうんじゃないんですよ。そういうんじゃないんだけども、お母さん、結婚前提に付き合わせてもらいますっていう風に話したのがその時だったんですよね。だからね、いろんな偶然が重なってあっという間にまあそういうことになりましたね。んで、その場でいきなりそうなったというよりも、なんか私もね、ちょっと感じるものがあって、この彼女と私は多分結婚するんじゃないかなと思ったんですよ。こんなことね、人生で初めてなんですよね。よく聞く話なんですけども、まあそういうことだったかな。よく聞く話なんですけど、ああ私にもこういうことが起きたなと。で、私40歳ですからね。まあですんで、私は当時40歳でしたね。それで彼女が23に変わったところで、やっぱ年齢差もありますんで、本当にこう誠実に大切にお付き合いをしていかないといけないなと。
いうふうな気持ちにもなりましたし、まあ、お母さんにもね、きちんと理解していただくために、これからの人生をちょっとね、巻き戻さないといけないなっていうところがあって、そっから私はね、ちょっとこう、仕事に対しても、お金に対しても、女性関係に対しても、人生に対しても、で、彼女に対しても、すべてをね、入れ替えていったわけなんですね。で、すぐに、彼女以外のお付き合いした女性と、彼女の目の前で、何人かの方にお電話をしてね、もう、ちゃんと付き合う人ができたんで、君と別れるっていうふうなことを、一方的だったんですけども、一人ずつ申し上げて、お別れしてですね、清算して、で、麻雀店に関しましても、やっぱ環境があまり良くないんでね、近々この店を閉めることにしようというふうに心の中で決めて、2年ぐらいかかってね、閉めたわけなんですよね。で、片方では、速稼塾っていうものをもうちょっとパワーアップして、多くの方にインターネットの使い方をもっともっとね、指導していって、経費がかからずに広告ができるってことを知らしめていくっていうことをそっからやっていったわけなんですよね。で、それから、3年後くらいに43の時に、まあ彼女とね、結婚することができたと。彼女は25か6になっちゃったのかな、その時は。で、結婚することができて、それから今に至るって感じですよね。で、まあこういうふうな馴れ初めなんですけども、私がね、その40歳で出会った彼女と、まあ、意気投合したところもあるし、いろんな環境に支えられて結婚した時に思ったのが、やっぱりね、男一匹ね、女性が、女性を養うことが負担になるような、そんなケチな生き方をしちゃいけないなと、私は自分に課したんですよ。他の方に対して言うわけじゃないですよ。私は自分に、家族ってものが負担になるような、そんな生き方をしていちゃいけないと。家族には十分養うだけの、男としての技量を備えないといけないなと思ったし、家族ってものがね、自分の喜びとか楽しみになっていかないといけないなと。よく家族が負担になったりとか、結婚したら自由がなくなるとかね、結婚は人生の墓場って言いますけど、私はそれに大いに反対してですね、いや、結婚ってものがそのぐらいの足手まといになるような結婚しちゃいけないと。自分の力次第でね、結婚ってものとか家庭ってものが自分の糧になり、自分の喜びになり、自分の癒しになるものだと考えているんですね。で、私のその家族のスタンスとしては、自分の家族には快適な住まいをね、楽しんでいただきたいし、美味しいものを食べてもらいたいし、いい思い出を作ってもらいたいし、夢のある未来を描いてほしいというふうに思うんですよね。で、それを作ってるのは誰かっていうと、家族の一員である私であり、そういった思いを家族に伝えていってね、みんなで作り上げていく部分もあるということだと思うんですよね。まあそういうふうに、まあ今考えて暮らしているというところでございます。私もいつの間にか48歳になりましてね、子供はもうすぐで1歳でございます。なんかね、40歳の頃には何もこんなものをね、将来思い描けなかったんですけども、たった一人の人との出会い、今の奥さんとの出会いが、私の人生を全てプレゼントしてくれたんじゃないかなと思います。おかげさまでね、私とね、実の、お父さんお母さんとの仲も急速に良くなってですね、私の息子の大和くんを囲んで、私の家族もね、それから私の地域もものすごくなんかまとまったような気がするんですよね。それまで私はね、結構自分の生まれた町をこう、飛び出してきたような感じで、もう故郷に錦を飾るまではじゃないですけどね、格好悪くて家に帰れなかったんですよね。それこそ電話もかけないし出ないような感じだったんで、まあ、感動ではないですけどもね、感動されたみたいな、したみたいな、なんか家族ってものを捨てたような感じだったんですけども、いや、ここに来てですね、なんか一人の人、奥さんとの出会いが、すべてをね、修復して元通りにしてくれて、私をね、なんか真っ当な人間にしてくれたんではないかなと思ってね、日々、まあ、惚れ直す毎日だなっていうところですね。まあ、こんなことね、話していいのかなと思いますけども、私のね、こんな馴れ初めなんて興味がないと思いますけども、ある、何人かの方に、今回はね、ちょっとこう、お届けするつもりでお話しさせていただきました。非常にちょっと恥ずかしいんですけどもね、ここまで聞いていただいてありがとうございます。そしてですね、最後にちょっとね、これだけ言わせてください。40を過ぎて、子供を望む結婚する方は、必ずですね、ブライダルチェックを、男性不妊のチェックを受けて、男性の不妊対策をもう始めた方がいいと思います。私はね、45ぐらいから始めまして、
2年ぐらいかかりましたね。結構時間もかかるし、結構お金もかかります。毎月5万円ぐらいのサプリメントを私は取りまして、その他に不妊治療の病院にも通いまして。やっぱりね、男性も高齢になると35過ぎると、不妊に対して責任を持たないといけないですよね。いろいろ勉強する中で私はね、結構そこをね、軽く考えていたなと思いまして、すごくいい経験になりました。勉強させてもらいました。35から男は、不妊の原因が自分にあるっていうふうに考えないといけないなと。女性に負担をかけないためにもね、35からですよ。35を過ぎて、まだ独身の方とか、子供を望む結婚をする可能性があるなと思ったら、男性不妊のね、チェックを受けて、治療、漢方、こういったものに取り組んだ方がいいと思います。健康法とかもありますしね、食事もありますし、お酒やタバコはもうね、ご法度でございます。運動を適度にして筋肉をつけて、ちょっと下半身をね、温めすぎないように、食べるものにも気をつけて、それから漢方の治療を受けて、医師のね、専門家の処方をいただくという形ですかね。それこそ毎日のように、それを意識しながら私は過ごしていました。ちょっとね、恥ずかしくって人には言えなかったんですけども、今だったらもう、堂々と言えますね。堂々と言えるというか、これ男性に呼びかけないといけないことですからね、こういうのは。ちょっと男性も、自分にかなり責任があると思った方がいいですね。私がずっと無頓着だったんで余計に思いますけども、35から男性は自分のね、チェックをしてください。産婦人科に行くのはちょっと恥ずかしいかもしれませんけども、男の責任でございます。それでは、以上です。お恥ずかしく、終了です。